Hazard 6。はい、こんにちは、ブルーホースです。本日はいよいよバイオハザード6ラストパートをやっていきます。This is where Carla did her experiments, huh? ここがカーラの研究室。で、これ降りるとカーラのいろいろな研究のうんぬんかんぬんが出てくるんですが、さあ、スペース。これが全ての鍵を握るバイオハザードマークでございますね。Another failure. Bring me another subject.ちょっとここら辺しばらく見とくんでしょうか。これ全部でも写真なんだよね。この声は、もう この時点でエイダになってたんだ。なるほどね。まあちょっとゆっくりね、皆さん見てってください。Are you refusing my orders?You're the one who chose me as a test subject, aren't you? あ、これあれだ。No. No, it was Simmons. この場所あれだね。チャプター2だね。レオン編とエイダ編のチャプター2で出てきたところだね。Believe it or not, 私もそう言ったはずよ。喋り方でもエイダなんだよな。Finally done it. OK。これがWill be my greatest work yet. Greatest work yet. 終わりか。じゃあその最高傑作っちゅうのがこの奥にいるってことだね。もう銃も撃てないんだよね、これね。はい。じゃあ最高傑作がいるということで、それを見に行ってみましょう。最高傑作ちゃんです。生まれようとしています。人の手なんだよね、これ最高傑作とかね、完全にね。一体本当これが何だったんだろうね。これがラスボスで出てくるっていう話だったら面白いけど、まあ、そうは問屋が下ろさないっていうことで。残念ながら、弾がもう本当は入ってないはずなのに、弾、そっか、回復してたっけか。でもなんか珍しいの、本当こんなに感情的になるエイダっていうのがね、まあ自分が利用されたことっていうのが本当に気に食わなかった。心底うざかったって思ってるんだよね。すごいね、この爆発ね。ちなみになんか、最初のムービーシーンの中で、エイダがほら爆風で去っていく立ち去っていくシーンってあったの皆さん覚えてますかね。それが実はこのシーンだったっていうのをなんか最後に知って面白かったよね。こんだけ銃バコバコ撃ってねっていう。いやー面白い。そう、ここで自分のがあるっていうね。スマホ。じゃあジョブ、へん。Sure. My schedule just cleared. 面白いよね。これ、ここで、ね、ちょうど休暇が終わったとこってね、今回の出来事が休暇でしたっていうオチにするエイダ姉さん、マジでかっこいいと思うよね。はい、ということでね、今回も最後まで、なんとかクリアをすることができました。ちょっと前回、まあ、12、3分とかって短いパートになったんですけど、まあ、毎回その、このエンディングがすごく長い話でしたんで、ちょっと、大変恐縮ながら区切らせていただいた次第でございます。まあ、今回ともね、多分ね、これから今、まあ、今4分か5分くらいかな、収録時間が、なんですけど、うん。まあ、これからについて喋ろうかなと思ってるんですが、ちょっとごめんなさい。思ってた以上に、ディズニーの動画を編集するのに、なんかすごい重いというか、なんだろうな、動画数が細かいんですけど、非常に多いっていう関係からですね、なんか、うまく、その、使ってるソフトが動いてくれないとかっていう事情から、思うように動画を進めることができてなかった、できてないので、ちょっと結構先になっちゃう可能性はあるんですけど、先にバイオ4をプレイをしていこうかなというふうに思います。ちょっとゲーム音声と、
実際の喋る声のボリュームの調整がうまくいけそうなので、ちょっと一からのプレイっていうのを一旦ねバイオ4で挟ませていただいた上で、挟ませていただいた上で、そこ、まあ、さすがにバイオ4を終わるのに、まあ、仮に1チャプター、1パートでやったとしたら、どのくらいだろうな、多分20パートくらいにはなるとは思いますので、まあ、長いパートとか区切るかもしれないけど、思いますので、一旦ね、それが終わる頃には、だから、ま、4月、3月、4月には、3月の終わり4月くらいには、ディズニーシーランドのね、行ってきた楽しい動画っていうのを、まあ、ちょっとかなりのね、冬から春にかけての、変わる時期に、今更その動画出すのかよっていう話になっちゃうかもしれないですけど、まあ、それはそれでね、ご愛嬌ということで、ちょっとタイムリーにね、お届けすることができなくて大変恐縮なんですけど、まあ、本当にね、なんかこういうことをやろうと思ったら、真剣にね、YouTube を専業に仕事をしたいなって、なんか真剣に思ったよね。でも、まあ、残念ながら、一回のサラリーマンで使える時間っていうのが限られている中で、今回のね、バイオハザード撮って喋ってぐらいだったら、まあその場ですぐパッとね、ちょろっとって言い方はちょっと、語弊があるかもしれないけど、まあ今作ってるディズニーシーとかランドの動画と比べると、まあ、編集もそこまで大変っていうわけじゃないので、まあすぐにね、出すっていうことができるんですけど、今ちょっとなかなかね、それができてない状況になっちゃうので、ディズニーシーランドに、カットとか、まあ、テロップ入れたりとか、今回ね、ちょっとね、これまで、ユニバの動画を、上げては来たんですけど、ユニバの動画は、もうテロップだけだったんで、まあ、何を入れるかっていうのをこう決めてね、カットだけして、で、調整とかして、終わりっていう話だったんで、今回、ナレーションもちょっと加えようと思ってるんで、完全にそのテロップの部分と、ナレーションの部分を合わせたりとかっていうのをするので、どういうことを喋ろうかっていうのが、まあ、例えばワンカットが4秒とか5秒とかだったら、その間に、ペラ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 って喋らなきゃいけないって結構難しかったりするんですよ。で、例えば、ディズニーの動画を上げている方々の有名な中で行くと、ヤマトスタイルさんなんかって僕結構好きで、ね、読みさんがめちゃくちゃ好きってのもあって、読んだりとかしてるんですけど、読んだりじゃ見たりとかしてて、で、その人の場合はテロップをま、綺麗に上手に入れてカット割りとかして、まあ、すごい詳しい情報とかも載せてくれるっていうスペシャリストの方なんですけど、僕どっちかっていうと今回は、ボビー・マイハマさんっていう、テロップも入れてるし、細かくカットしながら、まあ、食事とか系をメインに、ディズニーの紹介をされている、まあ、非常になんかコミカルで面白い、しかもラジオもやってるんで、やっぱりネタ的にも面白いっていう方がいらっしゃるんですよね。うん。で、その方の、まあ、ちょっと参考にさせていただきながら、今回のね、やつをやってるんで、まあ、ちょっとね、皆さんご存知ですかね、フィガローズクロジアとか、っていう、まあ、服専門のお店がディズニーシーにあったりとかするんですけど、まあ、そこをね、ちょっとね、行ったりとかして、そんなカットを入れてみたりとかをしたりはしてるんで、うん、まあ、これボビーさんのパクリじゃねっていうのが分かったとしたら、それはもうボビーさんのパクリじゃないかなと思っていただいて、パクリと思っていただいて問題はないです。極力パクらないっていうか、自分のオリジナルのつもりでやってはいるんですけど、どうしてもやっぱりちょっとね、無意識の中に影響を受けて、それを、ちょっと間違えて取り入れちゃったみたいなことっていうのは十分考えられてしまいますんで、はい。ね、そんなこんなでね。いろいろとちょっと細かく、かつね、いろいろと楽しんできたっていうのが皆さんに伝わるような動画っていうのを今、作り上げていますんで、ぜひお楽しみにいただけたらなというふうに思います。結構カーラの顔がなんか長く映ってるね。うん。ちなみに皆さんはカーラとエイダどっちがお好み？これほんとなんかさ、こいつ、ジュアボのなんだっけ、まあ、チェーンソーマンでいいや、チェーンソーマン。コマンドのさ、なんか電車来たところのコマンドのさ、スペースを押して R を押してクリックをしてって、なんであんな細かくしたのっていうのがすっごい難しくてやれなかったっていうのが悔しかったね、本当に。うん。これはちょっと、なんか、まああんまり腑に落ちなかったっていうのが正直なところではあるんですけど、まあまあ、ね、もう今クリアしたから、ね、そこまでこだわるなよ。っては思われるかもしれないですけど、まあ、悔しいは悔しいですけど、やっぱりできる限りその死なずにね、クリアできるっていうのが自分としては目指したいところになってきますからね。いやでもまあそこでね、やられちゃうっていうのがまだまだ自分の甘さなのかなっていう、まあ戒めをしつつ、ちょっと、まあ、もしかしたら、その、
今後ね、どうやっていくかって、今回人生相談メインにやったけど、もうちょっとね、たまに余裕ができて、まあ、無限弾とか確かこれもできたはずなんで、無限弾とかが撃てるような状況にまでなったとしたら、ね、ちょっとゆっくり観察をしながら、面白おかしく実況とかをね、することができたりとか、まあ、雑談をしながらバイオハザードをするとかっていうのを持っていけたらなと思いますし、まあ、質問に答えるだけがね、その僕がやりたいと思っていることでもないので、まあ、皆さんにバイオ6の楽しさ、まあ、バイオの楽しさを伝えつつ、お伝えしつつ、まあ、なんか、ためになるようなお話とか、面白いなって思えるようなお話とかがね、できたらなっていうふうには思いますけどね。あ、もう最後のなんかメインテーマの話、メインテーマのもう流れてきたんで、そろそろ多分終わりに近づいてくるんじゃないかなと思いますね。これ結構かっこいいよね。バイオシリーズの中で多分これと、ゴーテルアウント、ゴーテルアウントやったかな。ヘルアンローディ、あ、ローディか。うん。バイオセブンのね、主人公、バイオセブンのテーマソング。の、このどっちかが好きってところかな。そんなところですね。まあ、皆さんが好きなバイオのテーマソングっていうか、なんだろうな、音楽は何なのかっていうのをまたコメントとかでいただけたら嬉しいですけど、僕、バイオ5のなんかアフリカの音楽が好きとかっていう人ももしかしたらいるかもしれないですね。結構、女性の方が歌ってるやつで、なんか雰囲気はありますもんね、結構ね。てな感じでね、ちょっと雰囲気のある曲だったんでちょっと一瞬黙っちゃいましたけど、まあ正直エイダ編でまあいろいろと真相が分かっていくっていう面白さもあった一方で、やっぱり物足りないなっていう気は、バイオ6をやった方々だったら誰もが思ったところじゃないかなと思いますね。だってさ、シモンズがラスボスだったじゃないですか、今回もね。でこのシモンズに関してはなんならもうレオン編で一回倒してるしっていうね。だったらとしたら最高傑作だって言って生み出されるあいつをムービーで倒すっていうシーンをやっちゃうんじゃなくって、そいつと本当に最後戦って、これで終わりで、ジョブはーって言って、いいわよ、バケーション終わったから、その仕事乗ったみたいなっていうシーンにつなげていくっていうのが、個人的に、なんか、あったらよかったのになーって思ったりするんですけどね。そこはでも制作者がね、こう魂込めて作ってくれてね、なんならそれをさらに先につなげて、バイオ7とかバイオ8という素晴らしい作品につなげてってくれてるわけですから、やっぱり文句は言っちゃいけないかなっていうところですね。ところでバイオ8の、前も話したけど、バイオ8のダウンロードコンテンツっていつやん、そのリバースの方じゃなくて、ねえ、なんか四貴族の裏側を描くっていうのもあるとし、あるっていう噂もあれば、エンディングの後を描いた作品もあるんだよね。だってバイオセブンなんかノットアヒーローとかさ、エンドオブゾイとかって本編が終わった後のゾイの視点と、それからクリスの視点での話を続けていくっていう話でしたもんね。エンドオブゾイなんかは本当のラストってことですね。だってクリスが最後合流してたってことは、マーカスだっけを倒した、マーカスじゃねえ、マーカスは所長だ、違う、ルーカスを倒した後に合流してるっていう話だからね。だから、ああいうのがあったらいいなと思うんですけど、だから最後に BSAA 名、この蹴りは月に行ってやるみたいなことを言ってたシーンがあったじゃないですか。あれ ?S ランク2回、振り切った。次のオーダー。あれ、ちょっと待って、最後のエイダがエクストラコンテンツで、エクストラコンテンツ、ん?あれ、これ最後ムービーシーンなかったっけ?ちょっと待ってね。多分ムービーあると思う。あったはず、あったはず。あれ?ゲームを始めたときに、あ、だよね。はい。じゃあ、最後にね、このムービーを皆さんにお見せして、本パート、そして、バイオ6の実況を終わりにしたいと思います。じゃあ、一瞬ちょっとね、退場します。
believe we had a deal. Fair, kid. はい。ということで、本当に最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回ゲーム実況でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバーイ。